満載ですね昨日は、はい、うん、まあ、次はそうですね、はい、エフェクト、先ほど軽く触れましたエフェクトについて簡単にご説明させていただきます、はい、でまあ、先ほどお見せした通りここに F、オフって今出てると思うんですけど、うん、はい、ごめんなさい原始人みたいな感じで、おーと、まあ、ここが要するにエフェクトが何を選択しているのかっていう部分を表示される、うん、でファンクションで回すんだ、ファン、ここのエフェクトセレクト、あ、これですか、はい、これで出ます、はい、あ、変わった RL ラルフ・フローレンですかね、はい、はい、おー変わった、あ、はい、はい、いろいろあるんですけど、はい、まあ、簡単に説明していきたいと思います、はい、この PH、 これはフェイザー、あのフェイザーと呼ばれるわけですね、はい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 、で隣、これはフランジャーですね、うん、はい、で、DL、ディレイ、ディレイ、ジャン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 っていう、はい、VCF、 これはフィルターですね、あ、フィルターですね、はい、フィルター、はい、で、RL が、うん、ロールですね、あ、ロールなんですね、はい、はい、で、うん、BC、 これはビートクラッシャーですね、ああ、なるほど、はい、で、あ、ビットクラッシャーですね、あ、ビットクラッシャー、ビットクラッシャー、ビートクラッシャーじゃないですね、ビート崩したら、ビート崩したらダメですよねDJ できなくなっちゃいますよねそれもかっこいいですけどねBC 水野とかどうですか考えてみますビートクラッシャー水野、はい、で、まあ、いらんこと言っちゃいましたね今いやいや、大丈夫です、大丈夫です、まあ、オフ、はい、まあ、これが要するにエフェクトが選択されてない状況なんですけど、うん、まあ、マスターのボリュームが変えれるということになりますね、はい、なるほどなるほど、はい、で、うん、これなんですけど実はエフェクト、うん、はい、複数選択ができるんですよ、マジっすか、はい、え、だから1個しかないじゃないですか、1個しか表示されないんですけど、ここの、はい、光ってるところが実は色が変わるんですね、まあ、例えば今これ PH フェーザーですね、はい、選択しますよね、はい、選択するときはこれを押してください、あ、そうすると白っぽい、黄色、先ほど緑だったのが黄色っぽい感じ、黄色っぽいですね、はい、色に変わりましたね、で、うん、この FX レベルで要するにフェーザーのエフェクトのかかり具合を調整することができるんですけど、まあ、これで黄色になってるところをこうまた触るとこういうふうに、あ、赤に、今度赤になりましたね、はいはい、で緑のやつが増えましたね、うん、これ緑が要するに今次選択するものっていう感じで重ね掛けができると、そうなんですね、はい、で例えばそうですね、フィルターをかけたいと思った時はこれまた選択して、うん、これでまた FX の調整がこうダブルでできる、ダブルでできる、うん、と思いきや、はい、3つ目っていう3つもできるんですかと思いきや、はい、最大ですね、はい、4つ、5つ全部かけられますですねびっくりしたちょっとそこまでやられるとあの、驚くっていうか引きますけどね、どんな音になってるのか分かんないですけど、はい、想像できないんですけどちょっと一回聞いてみたい気もしないでもないですけどね、はい、で、まあ、かけられる、複数かけられるということですね、ちょっと全部かけたらどうなるのかってちょっとやってみましょう、ね、やってみましょう、面白いからちょっと徐々に上げていきましょうよ、あ、じゃあ一つだけこの、はい、ビートクラッシャーだけ徐々に上げていきましょうか、うん、あ、いいですね、はい、いきますよ、あ、もう上げました、エフェクトのレベル他は全部上げてます、OK です、OK、はい、いきますただの騒音でしたね、騒音まあ大体予想はついてましたけど、はい、まあかけるときはまあね、そうですね、まあ1個か2、3個までぐらいじゃないですか、うん、まあでもあのかっこいい組み合わせとか自分で見つけられますし、うん、面白いと思いますね、うん、はい、間違いない、使いこなせればかなりいいんじゃないですかね、うん、そうですね、で、まあ、そういうガビガビな音が好きな人っていますからね、はい、はい、もう陽介管理員 の高校の友達でもハードコアにハマってたやつがいるんですけど、はい、あの音が歪んでないと不安でしょうがないっていうそういう変な人がいましたけどね、はい、まあいいや、まあ、そういう方もこういう、これで、あ、これでも楽しめると、はい、はい、歪ませることも十分できる、なるほどね、で、うん、エフェクトの解除なんですけど、はい、こう黄色くなったところですね、うん、をこういうふうに、あ、またノブ押せばこうめちゃめちゃイージーじゃないですか、はい、うん、こう解除することもできます。なるほどなるほど、はい、はいはい、素晴らしい。